やば、はい、ありがとうございます。著作ってる、おやば、まあ、その人間関係ってそういうなんか喋るだけの娯楽じゃないからさ。はい、どうも、リアルアケボーズのトゥーシです。はい、今上野に来てるんですけれども、上野公園ですね、ここ、なんかこうやって回してるんですけれども、今日の企画の手あんまりよく分かってなくて、なんか厚木さんにとりあえず今日12時に上野に来いっていう風に言われて、見えるかな、上野動物園ですかね。はい、上野動物園来てるんですけれども、メンバー1人いるからそいつと落ち合って、ただそれはまあ誰か分かんないですけれども、そいつと落ち合って、まあ、手をちょっと聞けみたいな感じで言われてて、半分企画を聞かされてるんですけど、よく分かってないんですよね。とりあえずそっからメンバーと落ち合ってからいろいろとやってくれみたいな。はい、どういうことなの、何がしたいのかよく分かんないですけれども、上野動物園に多分行くんでしょうね。はい数分経ちましてなるほどねって感じですね。はい、はい、いました、彼です。似てる？何？何これ？そういうことか。なんか読めてきたな。なんて聞いてる？何も聞いてない。上野動物園の前に集合って言われて、今日マロンさんもいないじゃん。いや、俺はね、うん、半分聞かされてたのよ。大体なんか、厚木さんにアレビメンバーが一人だけいるから。うん、とりあえず上野で落ち合えと、話はそっからだった。ああ、なるほどね。で、何も聞いてない。ああ、何も聞いてないわ。何も聞いてない。おぉ、あれ、お疲れ様です。お客さん来れないみたいなやつ。あ、はいはいはい、代打で来ました。2人の動物園デートを完璧に抑えてくれて、とはいえちょっと2人もうケツがあるんで、はいはい、サクッともう動物園入っちゃって、はい、仲いい絵をたくさん撮って、で次の仕事行きましょうか。やばすぎ。じゃあ動物園か、来ちゃいましょう。わかりました、ね、頑張るしね、行きましょう。はい、上野動物園内部に潜入しました。来たね。来ました。来ましたか。来ましたよ。来たことある？来たことはある。俺も1回だけなんだけど、うん、全部はでも回ったことないから、うん、さすがに。パンダ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 見よう。パンダパンダ、パンダから行く。パンダ少し並ぶらしいよ。30分待ちらしい。パンダはまあ行けたら行くって感じで、まあそのやっぱキリンとかゾウさんとかね、いっぱいいるやん、はい、動物園じゃないと見れないようなね、動物は見たいよね。はいはいはい、じゃあ動物見ていくぞ。ここがショップかな。金曜なのにめっちゃ人多いな。あと天気めっちゃいい。あ、ゾウさんいる？ゾウいる。ゾウいた。いるじゃん。目の前に。目の前にでけえ。でけえよ、うんちが。やっぱり、どうかな、うんちが。そんな近くない。よしよし、じゃあ。よしよし。こっち向いてほしい。いけえな。日差しが強い、めちゃめちゃ暑い。10月なのにこんな暑い。まあ秋ですから、ここからね。この前までさ、長袖でよかったやん。今もう全然お客さんもみんな半袖。あ、猿や猿。あ、猿さん。日本猿や。顔が赤い猿や。ケツも赤い猿や。お、びっくりした。柔らかマスな。見て、パンフレット見てる。本当だ、パンフレット。パンフレットだか落としてやったんだ。パンフレット食ってるよ。パンフレット食ってる。やば、チリが高いね。いっちゃうんすけど、さっきに。あいつズカズカいっちゃうんすけど。あ、スバルパルパルライチョウって名前やばいな。大空スバル。スバルだ。大空スバル。向こうにもまだ。かわいい。顔が若干赤い。
いるかも。いた。バールバルライチョウ。いた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 。キジか。おお。大飾りズル。ズル。ズルよ。シュモクドリだ。シュモクドリそんなに有名なの？あ、そう。巣がね。巨大な巣。巣作ってないのね。ダメじゃん。巣メインのじゃん。結構巣がなんか。で、シュモクドリちゃんいますね。シュモクドリちゃん。暑いのね、あなた、ね。水飲んでる。水浴びしてるやん。どこバック？あそこにいるわ。アメリカバック。アリクイ動物名前なんだっけ？アリクイ。アリクイ。なん似てないのよ。バックとアリクイはまあ似てるけど、アリクイの方がちょっと口が細い。口が細い。ずっと口開けてるバック。ずっと口開けてる。今何見てたんですか？オタマジャクシがいる。結構デカめの。あ、いたいたいた。ありがとうございます。来てくれてる方がいらっしゃいました。ありがとうございます。お、すごい。パイソンです。うわ、やば。でか。え、なんか頭重そう。かっこいいっすね。かっこよ。なんか本当に美女と言われてるね。あ、でもあれじゃない？野獣は結構そっちから撮ってるの？でもあんな感じだとしたら、普通にあれがなんか人型で立って歩いてるって思ったらやばいな。だって足の細さと顔の大きさちょっと合ってないもん。そういう意味でちょっと美脚だもん。あいつ美脚だね。筋肉っす。アイソンすごい迫力あります。今いるパンダはリーリーとシンシンらしいです。おー、いたいたいた。しっかり耳かわいい。あー、ほんとだ。耳ちゃんと丸いんだね。耳かわいい。こっち向いてくんねえかな。これがシンシン。そう、メスで。しっかり見える。めっちゃ近い。めっちゃ近い。しっかり。めっちゃ近い。ちゃんと見える。やば。刺さってる。あ、やば。あそこ食うんだね。なんか葉っぱ？確かに、棒の部分食う。棒食ってるよ。棒食ってる。くつろいでますね。まあじゃあちょっとこの区画ちょっと譲り合いなんで、そろそろ行きますか。はい。めちゃくちゃ見えました。そうですね、見えました。めちゃくちゃ見れた。こんなにちゃんと映ってるってことは、テンション上がるっすね。やっぱパンダはね、そんな人生で何回も見れるもんじゃないから。人生あったっすね。オレンジジュース。これ一つ。はい、大丈夫です。パンダマン。
だけで大丈夫ですか。俺は別にこの後ね、あの、ふぶきちゃんカフェに行きますよ言ってます。オタク。はい、ということでフードコート来ましたんで、お食事の時間でございます。時間もいい感じなんで、うん、これ食べたら、まあ、逆に何か行きたいとこある。まあでも、なんか割あらかた回ったから、あとはもう俺、ハシビロコウ行きたい。ハシビロコウ、ハシビロコウね、ハシビロ、不動のハシビロコウ行きたい。何買ったの。これ大豆ミートのハンバーグサンドみたいな。すごい、パンダがですね。だからちょっとヘルシーみたいな。俺パンダマン型。パンダマン？パンダマンって何？いいじゃん。じゃあ、お疲れ様です。はい。だからいいっすね。いただきます。大丈夫？じゃあポテトいっちゃいます。開けたてだ。肉まんなんだ。肉まんだった。肉か。肉まんかなとも思いつつ、なんかちょっと予想はできた。甘い？そんなことない。なんか普通の肉まんだけど、やっぱパンダまんってやっぱパンダを、ね、普通にパンダのそのビジュアルのクオリティ高い。うん。ポテトうめ。ピチャップ。ケチャップいただきます。ここでどういうことだ。どうぞ。ここにケチャップつけて。パンダマン食べる。パンダマンは…いや、楽しんで。ポテト食っていい。ポテト残せ。ほら、これ揚げたてですね、甘い。カリカリでも、ホクホク、美味しい。俺もこれ食べてみよう。大豆ミート、大豆ミートなんだ。だから肉じゃないと思う。いただきます。柔らかっ。鶏だけめっちゃ肉っぽい。ハンバーグ自体がだいぶ大豆だからホロホロだけど、大豆ミート、うん、でもめっちゃ味は肉っぽい。味付けが肉っぽいのかな。すげえ黒胡椒効いてる。うまっ。鶏高っ。うまっ。バンズもね、バンズ、このタイプのパンをバンズと呼ぶか分からんけど、うん、まあ、サンドイッチのパン、まあ、バンズとしよう、バンズもうまいし、こんがり、少しだけ表面焼かれてて、中ふわふわタイプ。あとやっぱね、ビールちゃんがうめんだよな。まあ、こういうところで飲むビールはね、さすがにうまいだろうよ。お酒はいい。今日はそうやって。お酒は基本はそう、あんまこういうところで飲まない。まあでも、この後ね、あるさっき言ったよ、ふぶきちゃんカフェ、ふぶきちゃんカフェがあるから、酒なんか飲んでない。お酒やね、お酒してますね。風がやばい、風がやばい。こんだけ、ね、こちらいただいてもいいですか。こんだけ広大だと遮るものがないから、風で全てが飛んでいきますね。焼きそばを買っていくためのマネージャーの。あ、焼きそばうま。久しぶりに食った。上野動物園フードクオリティ高い。うん、お腹いっぱい。早っ。この唐揚げめっちゃうまいんですけど。うまいっすか。いや、あのポテトと唐揚げとポテト見合わないんですけど大丈夫ですか。マネージャーからイタリアンセブリの岡本にいただきます。僕はお腹がいっぱいです。これも揚げたて、うまっ、うまっ、風味うまっ、スパイシーめちゃくちゃ。すいません、痛いです。いや、あんまり2人でこういうとこ来ることないわけやん。きっかけでもないから。ないね、うん、動物園にはあんま行かないの。あんまないっすね、動物好きだけど。結構上野は割と、でもさ、一人でも全然来ちゃう。ここさ、うん、本当1000円いかんやん、入場料だけだって。わ、いかんいかん。600円とかやん。そうそうそう、めっちゃあれだし、俺上野にめっちゃ来るからさ。服買いに？違う、服は上野、どうなんだろう。違う？そう、食材を買いに来る。あ、本当？なんでも揃うもん。そう、行く、なんかちょっと早く着いたなって時にね、普通に来ちゃうんだ。いや、上野動物園はいいっすね。こんな
東京のど真ん中にこんな楽しいとこは。あ、すいません、ありがとうございます。楽しいです、これ。まあまあまあ。変な感じだよね。一緒に生活をしてた中だからさ。今更なんかこう、こういうところに遊びに行くっていうのもなんかちょっと変な感じだな。まあ、そう。あれ見つけよ、一番長いから。そう。でも、あの検索したら来なかったなんだろうね、まあなんか普通に当たり前になってきちゃってるんだよ、お互いが、うん、これは、うん、あ、でも、それ、あたからお互いぶっきらぼうに見えるんだろう、ね、だからこそやっぱゾマさんがいてくれると3人で喋るんだよ、ね、俺は2人だと、うん、2人いる時間長い割には黙ってる時間がめっちゃ長いですよね、うん、同じ時間をね、共有するっていうのもまた人間関係であるから、まあその人間関係ってそういうなんか喋るだけの娯楽じゃないからさ、お互い見たらね、あのお互い一緒にいたらすごい黙ってるっていう感じだけど、それが別に苦じゃないんだよ。こうやって話してる間に俺らの足元はパッドがめちゃめちゃパッドダイダンドなわけですよ。今までなんか仲悪いとかじゃないからね。いや、厚木さんと村さんなんかやってほしいわ、マジで。なんか傍から見てたらね、仲悪いんかなって思うやん、ね、お相手付き合い超長いからね、あの2人。あとさ、なんだかんだ言って村さんに、あの人すげえよっていうことめっちゃ多いやん。だから、まあそんなになんか不仲とかではないと思うんだよね。お互いね、固執してるから割と天才って言葉相手に対して使うから、ね、普通に、あの人は天才だよとか、あちらは天才だよって言葉めっちゃ聞くからねただあのこうなってることが多いだけでいや、こうならないから良くないんだよ、あの2人は。まあ、基本村さんがしおれるから、こうなりゃいいんだよ。俺は2回のことってんだぞ次アツキさんすか、アツキさんと村さんすか、俺とズマさんなんか何回こうなってんだよって話ね、おかしな話だよね。俺とズマさんが不仲説なくて、俺とどっちが不仲説なの、普通におかしいだろってなるよ。まあだからぶあれでしょ、なんか超えたんでしょずーっと言い合いだからさ俺はそうじゃない、あんまりないね。俺トゥースとゾマさんがぶつかってたの見たいもんまあ落ち着けてって俺言いたいもん もう落ち着けて、うん、まあ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 落ち着いて話し合いましょうやって俺言ったことないだってトゥースとゾマさんが喧嘩しないから。争われてええやん、争われていいっていうか、その意見のぶつかり合いが必要だよね、やっぱチームとしてね。まあね、っていう感じで、争う必要はない。うわ、超腹いっぱい食べたね。超腹いっぱいです、大満足はい、というわけでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあラストハシビロコをしますか。ハシビロコじゃあ見に行きましょうか。ハシビロコ見に行きます。これがラストハシビロコ。ハシビロコちゃん、獣フレンズ。ジーいやー、あのフレンズなかなか動かないからさ、歩いてくれたらめっちゃ面白いんですよね。うわー、質感やっぱ、質感やばい、質感やっぱ、質感やばいってなんだよ、動物見て。いやー、マジ歩いてくれたらね、質感やばいんすよあいつ。あ、動いた。うわー、質感やば、歩いたちょっと動くんちゃう。それは普通ミンゴいたじゃん。どこでもいいか、どこでもいいか。オーバーヒートはい、ということで、ハシビロコ無事見れて、はい、不動のハシビロコちゃんと動いてくれたんで、ちゃんとね、今日一日どうなることやるって感じでしたけれども、あ、もう楽しかったなかなか、うん、アツさん楽しかったっす、普通に、うん、というわけでね、不仲なんて言われておりますがね、そんなことはないので、別に検索しちゃうんですよ。この企画自体俺は別にいらないと思ってるんだけどだからね、まあみんなに楽しんでもらえたならまあ嬉しいですね。そうね、第2弾が欲しいという方はコメントなりで
あのグッドボタンだったり高評価なりで皆さんのね良かったよっていうのをねあの伝えてもらえると嬉しいですね。どんな組み合わせが見たいかとかもコメントしてくれたら実現する可能性もあるよっていうところですよね、はい、うん、って感じでお疲れ様でした、以上よしとレスでした。はい、という感じで、はい、バイバイ、バイ。ガチガチガチありがちオタクにありがち推しのためなら手段を選ばず命を削ってガチャ回す。はつらい、あーしんどい、オタクをやるのも楽じゃない。ガチガチガチありがちオタクにありがち。